ダラニ、あるいは、ダーラニーとは、仏教において用いられる呪文の一種で、比較的長いものを言う。通常は訳せず、サンスクリット語原文を音読して唱える。ダラニは、ダーラニーの音を中国において、漢字で音写したものであり、訳して、掃除、脳持ち、脳写等とも言う。ダーラニーとは、記憶して忘れないという意味で、本来は、仏教修行者が覚えるべき教えや、 作法などを指した。やがてこれが転じて暗記されるべき呪文と解釈されるようになり、一定の形式を満たす呪文を特にダラニと呼ぶようになった。本来、ダラニは暗記して繰り返し唱えることで雑念を払い、無念無双の境地に至ることを目的とした。納者という訳は雑念妄想をよく遮るという意味である。その構成は 多くの場合、まず、フッツやミホなどに消えすることを宣言する、句で始まり、次に、タドヤターと続き、本文に入る。本文は、多くの場合、神やフッツ、菩薩や仏頂尊などへの呼びかけや参観、願い事を意味する動詞の命令系統で、思想上あまり深い意味はない。そして最後に成功を祈る聖句、スバーハーで終わる。ダラニの本文が、意味希薄な言葉なのは、 これが本来無念無双の境地に至ることを目的としていたためで、あまり具体的な意味のある言葉だと日常的な連想が働いて、かえって雑念を呼び起こしてしまうからである。しかしそのあまりに神秘的な響きから、やがてこれを唱えたり書者したり、また暗記することで様々な霊言が現れるという信仰が生まれた。ありがとうございます。